続いては薬物治療の中から免疫チェックポイント阻害薬とゲノム医療について伺います。高知大学医学部腫瘍内科学講座の佐竹博永先生です。佐竹先生、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。まずがんに対する治療法について教えていただけますか。はい、大きく4つの方法があります。まず患部を取り除く手術療法、また先ほど木村先生からお話しいただきました放射線治療、そして抗がん剤という薬を使ってがんをやっつける薬物療法、また抗がん剤による副作用やがんによる体の負担を軽くする緩和治療の4つの方法があります。はい、この中で薬物療法というのはどんな場合に使われるんですか。はい、大きく分けて3つのシチュエーションが想定されています。まず1つが手術でがんを取り除くことができる早期の状況で見つかった方に対して、手術を受ける前に抗がん剤を使って手術を安全に行う方法です。例えば手術を受ける前に全身に効く抗がん剤を受けることによってがんの部分を小さくして手術する部分を小さくする方法、そうすることによりまして患者さんに対する負担が減らすことができます。また本来であれば手術の後に抗がん剤を受けるべき方でも、手術による負担で手術の後の抗がん剤が十分受けれないケースがありますので、手術を受ける患者さんに対する負担が生じる前に全身に効く抗がん剤を提供する方法です。次に手術の後に追加の治療法として抗がん剤を受ける方法です。例えば大腸がんに対する手術を受けた後、患部を取り除いたとしても小さながん細胞が体の中に残っている可能性があります。そういったがんの芽が後々再発してくるのを抑えるために、全身に効く抗がん剤を期間限定で頑張ってもらう方法があります。そして最後に手術が難しい状況で見つかった患者さんに対して使う抗がん剤です。この場合はがんをなるべく小さくすることによりまして、患者さんに元気に過ごしてもらう期間を長くとってもらおうというふうな形で抗がん剤が使われます。はい、がんに対する薬物治療にはどんな方法があるんでしょうか。はい、こちらにお示ししますように3つの方法が言われています。1つ目が従来までのいわゆる抗がん剤、殺細胞性抗がん剤というものです。2つ目ががんに対してピンポイントで効くお薬、分子標的治療薬です。そして3つ目が今回のトピックスであります免疫チェックポイント阻害剤と言われています。例えば殺細胞性抗がん剤、昔ながらの抗がん剤に関しましては、がん細胞に対しても効くけども正常細胞にも負担が出やすい治療法と言われていますので、体の中で代謝の早い細胞、例えば毛根であったりには影響が出まして、脱毛であったりとか下痢などの副作用が生じやすいと言われています。一方分子標的治療薬はがんに対してピンポイントで効くお薬ですので、昔ながらの抗がん剤に比べると副作用が出にくいと言われていますけども、特徴的な副作用が生じると言われています。一方免疫療法に関してはがんに対して薬は直接的には働きかけませんけども、もともと体の中にいっている免疫細胞を元気にすることによってがんをやっつける方法と言われています。これはどんながんにも効果があるんでしょうか。はい、現在ではさまざまながん種に対してこの免疫チェックポイント阻害剤は効果が発揮できると言われています。また従来までの免疫療法単剤での治療効果に加えて、昔ながらの殺細胞性抗がん剤であったり分子標的治療薬と一緒に使う併用療法を行うことによってより治療効果が高まってくると言われています。例えば今年最も国際学会で話題になりましたのは大腸がんに対する免疫療法のお話でした。大腸がんに関しては本邦でも最もかかりやすいがん種の一つというふうな形で認識されていますけども、例えば大腸がんのうち最もお尻の出口に近い場所である直腸にがんができてしまうと、手術により人工肛門が必要となったり、人工肛門を作らずに手術や放射線治療を行っても肛門機能が弱くなることによって生涯にわたって便漏れなどの後遺症が残ってしまう場合があります。ただ今年海外で発表された研究では、チェックポイント阻害薬の効きやすいタイプの大腸がんに対しては人工肛門や肛門機能による後遺症で患者さんが悩まなくて済むようになるのではないかという結果であり、非常に期待されるものでした。現時点ではまだまだ実際の患者さんに提供できるだけの
データではありませんので、臨床研究、臨床試験という枠組みの中での治療提供となります。期待される治療法なんですね、はい。ではこの免疫チェックポイント阻害薬による副作用の心配というのはないんでしょうか。はい、免疫療法は体の中の免疫細胞に働きかけますので、昔ながらの抗がん剤に比べると副作用は軽いと言われていますけども、よくも悪くも体の中の免疫細胞が元気になりすぎることによる副作用が生じてしまうケースがあります。主治医の先生とよく相談してもらうのが大事と思います。はい、わかりました。今度はがん遺伝子医療、がんゲノム医療について教えていただけますでしょうか。遺伝子は体の中の設計図ですけども、がん細胞はこの遺伝子に傷がついてしまうことによって生じてくると言われています。がん遺伝子治療に関しては、このがん遺伝子を調べることによって患者様に適した新たな治療法がないかどうかを調べる検査と言われています。具体的にはどのような方法で調べるんでしょうか。患者さんのがん細胞そのもの、および患者様から血液を取ることによって調べることができると言われています。一度に100以上の遺伝子の変化を調べることによって、患者さんそれぞれに適した治療法があるかどうかというのを調べる方法となっています。高知県では高知大学薬部附属病院および高知医療センターの2施設でのみ保険診療科でのがん遺伝子検査は受けることができます。効果はどの程度を期待できるんでしょうか。がん遺伝子検査が保険で認められた令和元年から昨年度末までに、日本全国で3万人強の患者様がこの検査を受けましたが、10人に1人に治療法が見つかるかどうかといった割合と言われています。治療法が見つかるケースというのは限られてはいますけども、ただ中には劇的な治療効果を認めたケースというのも報告されています。最後に視聴者の皆さんにメッセージをお願いします。高知大学医学部附属病院では、本日紹介しました免疫チェックポイント阻害剤を安心安全に提供できる体制づくり、またがん遺伝子検査を皆様に提供できる体制づくりを作っております。来春からは保険承認前の新薬を用いた新たながん遺伝子検査も実施する準備がしています。よくわかりました。佐竹先生、ありがとうございました。ありがとうございました。